皆さんこんにちは。今日はですね、週に1回しかお酒飲まなかったんで、今週は先日だけ飲みました。でも中瓶ビール5本ぐらい飲んだという、飲みすぎちゃうかと。でなんか YouTube 見ながら寝てました今日はですね、一品作りますが、神保南青山のシェフ、神保シェフのクタクタブロッコリーのスパゲティを作ります。ブロッコリー今が旬ということで作っていきます。はい、使うのはパスタが本当は 1.7 ミリって言ってました。それを 140g と、タガの爪が、半分、ニンニク1かけ、それとアンチョビはフィレを、2枚と、ブロッコリー1本で、粉チーズは大さじ2、それとオリーブオイル大さじ2、塩適量、胡椒も適量、これで作っていきます。ではで、まずブロッコリー、これは丸々1個使うということなんで、しっかり洗いましょうかね。よし、じゃあこう草ごとに切っていくそうです。すごいことになってる。これをね、しっかり落とすそうです。水を、よし、はい。でこれでちょっと、まあとりあえずさっき沸騰させなあかんので火つけます。よし、これさっきやっとったらよかった。おばあちゃんが昔ですごい高いけど吸収性がええ言うて買うてくれた T シャツです。ずーっと着てました、中学の時。そうか、3倍くらい高かった。あ、そう、すまんね、そんな給料、いたずりしたいけん。あ、しや、ここでニンニクは一かけ塩します。用意しときます。いたずりしとかんとね、塩で。うん、ちょっと待ってや。はい、ニンニク切りました。赤唐辛子も半分ということなんで、もう表記通りします、今回は。で、半分はこれ冷凍しておきます。唐辛子こうやってぐる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 巻いたら、こう種が落ちてくるわ。辛い、ちょっとダメ。はい、唐辛子種のけた。カマン、うん、カマン。はい、じゃあ沸騰しましたね。 OK、 沸騰しましたので、ここに塩入れて、2リッターやったんで塩小さじ2ほど入れます。はい、小さじ2入れます。はい、パスタ100、140ということなんで、これ1束が100やと思うんで、これと1束と半分入れようと思います。じゃあ入れます。こう準備して、こんな感じで入れとったけどうまくできなかった。これに加えて、ブロッコリーも一緒に入れて茹でていくということです。さすが、シェフのテクニック。で、7分。はい。山のオリーブ、これ使いましょうか。大さじ2。一杯分しかなかった。残念。もうちょっとしゃあないんで混ぜます。しょうがない。はい、オリーブオイル大さじ2と、で、火をつけましょうか。で、火つけるんですけど、この時のポイント、弱火。ニンニク入れます。はい、半分のタガの爪入れます。タガの爪も入れる。で、アンチョビも2切れいるんで用意しときます。ここにアンチョビ入れます。いい香りがしてきたのでアンチョビ入れる。で、このアンチョビを潰していくと、1-0。あら、はい、じゃあ茹で上がったパスタをこのフライパンに移します。熱い。これも入れて、汁を一玉ぐらい入れてました。これブイヨン代わり言ってました。はい、ブイヨン代わりに汁も入れて、で、ブロッコリーを潰しながら、
こういう感じでクタクタにしていきます。あ、電池はない。塩適量。さあ、仕上げ。塩をまぶしたら火を止めます。チーズを大さじ2入れます。はい、火を止めてチーズ大さじ1、大さじ2入れます。はい、大さじ2入れます。はい、できました。じゃあ盛り付けます。こんな感じです。盛り付けます。よし、これで。はい、じゃあこれにオリーブオイル、オリーブオイルを適量かけて、黒胡椒で完成。できました。ジンボシェフありがとうございます。クタクタブロッコリーのスパゲッティできました。めっちゃ美味しそう。はい、ジンボシェフありがとうございました。クタクタブロッコリーのスパゲティ食べます。はい、今日の昼食です。ばあちゃんのサラダ、チクキューとこのリンゴ、蜂蜜見つけた、それとこれクタクタブロッコリーのスパゲティ、ジンボシェフの料理ですね。はい、ではいただいていきます。さあ、ではいただいていきます。食べましょう。じゃあちょっとこれ取りましょうか。こう、すごい量なんだ。はい、こんな感じ。映ってる？こんな感じです。これは体に良さそうね。うん。ブロッコリーだ。うん。チーズのコクがしっかりと味わえるのと、この何やの、ソースの味わい、ブロッコリーの甘みとソースのアンチョビとかの旨味、味わいがじわーっと広がってくる。めちゃめちゃ美味しいこれ。はい、では食べていきます。あ、このブロッコリーが甘い。おいしいこれ。うん、おいしいね。おいしいよね。これでかすぎ。口入るかな。入る。これはおいしいね。野菜もふんだんに取れてすごいいいね。はい、ごちそうさま。ごちそうさまでした。ばあちゃん、総評と締めをお願いします。あ、ま、満足って、うん、おばあちゃん感想はどう？美味しかったです。うん、ご苦労さま。ありがとう。今後ともよろしくお願いします。ブロッコリーをふんだんに使ってっていうので、うん、旬の全部そう、食材がね、全部安心して食べれるものばっかり。そう、野菜もふんだんに使って、で、かつ簡単にできて、すごい、また簡単にできるけども、一味も二味もこう、味に奥深さがあって、めちゃめちゃ美味しくできました。ちょっとまた作ってみて感想とか教えてもらえたら嬉しいです。ということで、引き続き我が家、秘伝のレシピ、簡単にできるお酒のつもり、時短レシピや炊飯器レシピ、また、完食です。でも、巷では流行りを。教えていただいたら挑戦していきます。ありがとうございました。はい、じゃあ最後、ばあちゃん、いつもの締め、はい、お願いします。味よしやった。どうぞ、言うてもね、最後すべてよしありがとうございました。もう、笑った。はい、よかった。笑うことは大事なこと。